Welcome to Alternative Nation!誰かがつけを放ってる役人たちはこうよ一緒に痛みを分かち合うでも誰がまともに聞くもんか結局誰かの都合のせいさ昨日のことで争って誰か疑って眠れない夜にかなわってバカないセクサになってる200人たちはこうよ歴史を変えればいいだろうでも誰がまともに聞くもんか結局誰かの都合のせいさ俺のキャビアのキャプチャーズだそしたら何か俺に切っていくぜ佐野元春&ザ・コヨーテバンドキャビアとキャピタリズムをお届けいたしました。7時14分です。インター FM から野村正夫が生放送でお届けしていますオルタナティブネーションってことで、この時間はこの方をスタジオにお迎えいたしました。声を聞かせてください。こんばんは、佐野元春です。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう連日の出演ということで、インター FM、 そうです、昨日もここにいましたね。僕は本当に勝手に今この場で代表してありがとうございます。いえまあね、アルバムブラッドムーンを聞き込んでいる人も多いと思いますんで、こういう言い方をしましょう。慣れたビートに従って境界線を越えて天王寺バイザスへようこそということになりますね。実はこの番組オルタナティブネーション初登場、
そういうことになりますね。そうなんですよ、はい、まあ僕がね担当している番組にはもうどの曲も含めて、たくさん出演いただいているんですけれども、オルタナティブネーションという番組自体ご存知ですか、ね、もちろん僕はこの番組のファンです。あら、なんと光栄な、ありがとうございます。聞きますよ。そうですか、はい、嬉しい。まあさっきもねゼッペリンを紹介したりっていう、面白かった。本当にベテランからですねもうまだインディーズっていうようなニューアーティストまで含めて、とにかく僕らがオルタナティブだと感じるもの、ジャンルでオルタナティブの棚に置かれるかどうかじゃなくて僕らがそう感じるかどうかっていうことを物差しにして、うん、はい、曲をかけてるんですけれども、佐野さんはですねそういう若いアーティスト、例えばインディーズとかっていうのってなかなか接する機会っていうのは少ないと思うんですけど、そうです、まあ僕もこの番組と同じようにね、はい、ええ、まあ、音楽をあまり若いとか古いとかで区切らず、うん、やっぱオルタナティブであるかとかね、はい、カウンターであるかとか、うん、そういう物差しで、うん、聞きますね。なるほど。で、新しい世代の音楽には興味があります。ほうほうほう。で、特にこう自分から求めるわけではないですけれども、うん、やっぱり引っかかる曲っていうのは不思議なことに、まあ、ミュージシャン同士ですからいつかこう知り合うこともありますし、ね、向こうから何かこう信号を発してる時があるんですよね、はい、それは CD 持ってやってくるっていうのと別の話で。別ですね。ですよね、はい、ラジオからっていうことも多いですか。ラジオからやっぱり新しい音楽が聞こえてくる、うん、はい、そこに何かこう自分が反応する、うん、これはとても自然なことだと思ってる。そう言っていただけると我々も心強いという感じがいたします。佐野さん、今年35周年です。何度も祝われていると思いますが改めましておめでとうございます。ありがとうございます。まあ1980年、僕はその時2歳でしたけれども。2歳そうなんです。アンジェリーナでデビューされたということですが、これもねよく聞かれてると思うんですけど、その変わったこと変わらないことっていうのでもうざっくりですけど何かありますか。音楽シーンは変わりました、うん、佐野さんが変わってないことって何かありますか。僕が変わってないことはね、うん、そう意識して思ったことはないですけれども、うん、まあ、音楽に対する情熱というかね、はい、音楽を制作したり演奏したりする、うん、まあ、情熱一番大切だと僕思ってるんだけども、はい、その点についてはデビューした時も今も変わってないと思います、うん、なるほど。でですね、まあ佐野さんがデビューされた頃僕はまあ生きてましたけれどもリアルタイムで正直聞いてたわけではないので、その後やっぱフルーツぐらいから熱心に聞くようになってっていう、まあ、そのリアルタイム僕高校生ぐらいということでね、はい、でそこから振り返ってこう聞いていった時にやっぱり僕は佐野さんのその言葉とビートの関係みたいなものっていうのにその一貫性を感じるんですよね、最近のインタビューなんかもちょっと拝見してて面白かったのがその音楽を構成する要素ですね、4つよく挙げられますね、言葉、ビート、メロディー、ハーモニー、境目のないものを僕は作りたいんだと。そうですね。これはもうデビューの頃から一貫してそう思われてたんですか。そう思ってました、うん、それはなぜ。まあ、それをね、まあ、極端に言えばこう僕が今野村君に、はい、野村 DJ にこう話しかけている、ええ、この先からも音楽になっていくのが一番の理想なんですよね。なるほど。だからメロディーはメロディー、うん、リリックはリリックってこう、うん、パーツパーツで構成されたものじゃなくって、うん、その境目がない一つの表現というか、それが一番こうメッセージ力があるんじゃないかと自分で思ってる。もちろん今言った4つの要素に音楽っていうのは分解することはできるが、うん、曲として聴くときには混然一体となっているべきだと。そうだね、うん、まさにソングライターであり自分で演奏して、うん、で自分で歌うという、はい、まあ、こういうタイプ のアーティスト他にもたくさんいると思うんだけども、いますね、はい、その一つの表現ができるというのが、うん、そのシンガーソングライターの強みだと僕思うんですよね。これが例えばメインストリームの作られた、うん、音楽だと、はい、作詞家は誰、作曲は誰でプロデューサーは誰っていう、はい、いわゆるパーツパーツの寄せ集めの音楽になる、ね、まあ、それもポップというところでね、うん、楽しい音楽にはなるんだけれども、僕は立場違うっていうことですよね。まあそういうシンガーソングライターである佐野元春、まあ、今回のブラッドムーンでもそれに如実に現れているとは思っているんですね、で今のお話っていうのは後ほどアルバムの話しっかりしますけれども、曲がどうやって生まれていくのかっていうのは考えた時に非常に興味深いというか、まず今言ったことを原点に考えるべきだと思うんですけれども、その前にですね、なんと言いましても
35周年ってことで、実はそのアルバムのリリースだけではなくて、ずっとこうライブも続けられていてですね、あの僕も見ました、ビルボードでのライブとかね、東京大阪4月から6月にかけて3ヶ月連続であって、でリリース、しかもビルボードでしか今のところ披露されていない曲もあって、で今回聞いたところ、ブラッドムーン今回の12曲以外に実は曲はたくさん用意されていて、20曲ぐらい収録しましたね。それはもうレコーディングされたんです。レコーディングしました。はあ。で、捨てないものもある。捨てないものもある。捨てないけど作っている曲もある。もうたくさんあります。これは何なんですか、その創作意欲は。こんなにでも集中してたくさんドドドってできるっていうのが35年続いたわけではないでしょ。もちろん、いろんな時期がありましたよね。振り返ってみると。調子のいい時とやっぱりあまり曲が生まれない時期と交互に来ますね。まあ、それがどうしてなのかは自分では分からないんだけれども、でも何かインスピレーションが降りてきた時には、もう毎日毎日何か曲を作るということで夢中になってやる、いつの間にか曲はたまるんだけれどもね。だから最近で言うと、そうですね、ZOE っていうアルバムが前回あって、それ今回のブラッドムーン、この2年間はだいぶ自分の中から、あの曲詞が生まれてきてます、なるほどね。メッセージがですね、正直引きも切らないという感じなんですけれども、まあ、しっかりその辺ちょっと伺っていきたいんですが、今回ですね、アナログ版もねリリースされて、ハイレズ版もリリースされてっていうことで、来ている中でもですね、例えばですね、金沢で聞いている隣人タカさんという方ですね、生まれて初めてハイレゾ版のパッケージを佐野さんのアルバムブラッドムーンで購入しました。手元のMacBook の設定をしつつハイレゾ版の音を楽しんでいます。初めのうちはミディ設定かな、ちゃんとしていなくて、ハイレゾの音をちゃんと再生できなかったりと、ハイレゾ版のおかげでオーディオ環境を見直す時間を持てました。まあでもこういう方も多いと思うんですよね、そのハイレゾ版これを機にっていうことですけども、あの佐野さんも結構そのパッケージごとにチェックはされたんですか。もちろんです、僕はデイズミュージックというレーベルを主催してますから、レーベルプロデューサーでもあるのでね、まあ出すその製品は、については全部チェックします。なるほど、その特性ってのもありますからね、きっとね。それではアルバムの中から1曲お届けいたしまして、また詳しく伺っていきたいと思います。こちらは僕の選曲で恐縮なんですけれども、いいよ佐野さん、じゃあ曲紹介いただけますか。では僕の新しいアルバムブラッドムーンからこの曲を聴いてください。誰かの神。
になりたいか政治を議論でも妙な人に会った政治を議論でも妙な人に会った人にあんた佐野元春&ザ・コヨーテバンド誰かの神をお届けいたしました。ちょっと巻き舌気味でね。そうですね真似されちゃいましたインターFMオルタナティブネーション引き続いて今日は佐野元春さんをお迎えしております。それではですね、まあ僕自身もたくさん聞きたいことがあるんですが、まずね、僕、まあ、サンプルを、まあ、当然、ラジオでかけますんで、あらかじめいただいていて、そこからこうずっと聞いてたんですけども、僕、個人的に、どうしても、ね、初回限定版が欲しいなと思いまして、今日、地元の僕住んでる京都のタワーレコード開店すぐに行って、購入してまいりまして。ありがとう。そうなんです。で、これ、あ、なるほど、パッケージがね、まあ、さっきもいろんなバージョンがありますよ、ハイレズ版も含めて。はい、この初回限定はね、なくならないうちにほんとみんな買った方がいいよ。まずですね、ブックレット分厚いんですけれども、開けると、バイザシーからの、まあ、抜粋なんですが、これ単体で僕もう俳句のように詩としても成立してるなと思いました。美しい経験、眩しい永遠っていう一言が縦書きであって。そうですね。で、そこから曲目が入ってくる。はい。で、まあ写真ね、たくさんこうレコーディングの模様があって、これメールで書いてくれてた人たちも結構いるんですけれども、今回これ縦書きで。リリックを縦書きです、ね。そうね。はい、これ、やっぱ縦書きにはこだわりました。そうですね、今回、まあ縦書きにして、うん、まあちょっとアピールしたいものありました。はははさらにはですね、手書きの詩もありまして、はい、で、そのいわゆるそのアルバムの中の一曲を、書き写したものではなくて、これ赤い月かっこ再演ということでよろしいんですか。はい、そうですね、リプリーズってことですね。なるほど。なのでこれはこれで一つの歌としてではなくて、一つの、まあ、ポエジーとしてポエトリーとして成立するもの、はい、そうです。今回のそのブラッドの赤い月、まあ、音楽作品とは別に、はい、赤い月リプリーズという形で、いわゆる活字としての詩も、まあ、手書きで、記して、でそれを印刷してみんなに、見てもらうというそういう趣旨です。版も押されております。はい、画合印っていうんですね。それは画合印、はい、かっこいいな。これは初回限定版だけです。だけですよね。もちろん。本当ね、もう一回言います、買った方がいいですよこれいろんなバージョンありますけど、本当よかったこれ僕手に入れて、はい、でですね、ちょっとブラッドムーンについてちょっと駆け足になりますが、たくさん来てるんで紹介しましょう。目黒区のリスさん、今回効果音、まあ、SE と言うべきでしょうか、はい、今まで車のブレーキやクラクション、鳥の声、寺の鐘などなどいろいろ録音して入れてましたよね。で、ブラッドムーンで気になったのは空港待合室です。最初聞いた時はびっくりしました。あのアナログの針の音っていうのはやっぱりレコードを意識してですかっていう質問なんですけど。そうなんですよね。まあ今回ブラッドムーンについては CD よりも、はい、30cm30cm のアナログ LP 版を出すというところに魔石を置いたんですね。はい、ですので針を置いた時に、うん、昔のLP だとちょっとプチプチプチってなります、なります、あのレコードあるでしょ、はい、あの音をわざと入れて、うん、それでアナログで再生した時にどんな聞き方をみんなしてくれるのか、まあ、ちょっとしたいたずら心ですね。あ、なるほど、はい、そしてツイッターでも同じく効果音について、曲の中でこうカメラのシャッター音が使われているものがあるような気がするんですがという指摘があったんですけれども、どんな効果を狙われたんですかということですが、カメラのシャッター音は入れてないですね。でもね、これね、僕も思ったんですよ、うんうん、どれを聞いてだろうと思って、うん、まあ、レコーディングしてる時には、ね、いろんな音入っちゃいますからね。はい、例えば、そう、私の太陽っていう曲の最後の方に、うん、金属的なパーカッション入ってると思うんだけれども、はいはいはい、あれはね楽器じゃないんですよ。え、あ、そうなんですか。あのパーカッション、最後の聞こえるパーカッション自分が叩いてるんだけども、台所から持ってきたスプーン2つで叩いてますそうでしたか、はい、これは面白いエピソード。そしてですね、まあアートワークの話もいろんなところでお話しされていまして、今日ちょっと今割愛しますけれども、やっぱりね、
アナログ版買いましたっていう声がたくさん届いていて、ガラサチさんという方ですね。この方ね、ターンテーブルは持ってらっしゃらないんです。だけど CD と別にアナログ版を購入したと、はい、でまあ僕ね、一度そのレコードストアデーで、まあ、レコードアナログ版の特集をこの番組でした時にね、あのプレイヤー持ってなくてもまずもう買ってみろと僕が言ったんですよ、それをこう実践されたと、いうことでね、やっぱ持ってみると当然プレイヤーも欲しくなるしっていう、順番はどっちでもいいんだと、はい、まずは聞きたい音を買いなさいということをね言ったんですけれどもね。そしてこちらリーナさんですね、常連です、ありがとうございます。今回曲のタイトル全て日本語表記、サブタイトルとして英語が使われています。境界線ザボーダー、こういう直訳的なものもあれば、優しい闇 Everything has changed、 新世界の夜 The perfect world、 いつかの君 Hard times のように曲に新たな解釈が加わるくらいのものも、これらも楽しめる要素の一つです。ああ、そういう細かいところもね、楽しんでくれて嬉しいですね。ですよね。それからですね、このまこっちゃんという方、神奈川県横浜から、この方も、アナログで購入されたと。それからふっかさんですね、この方コーラスに注目されました。 CNS とかイーグルスっておっしゃってたコーラスも最高のロックバンド、あとマンドリンの音色もとてもいい感じですねと。あの今日ですね、あのお届けしてる曲は割と僕はあの B 面から、はい、あのチョイスしてるんですけど、B 面は結構ファンク色が強くなったり、うん、まあ、アナログの B 面の話だね。そう、今アナログの B 面の話CD しか知らない人は B 面つっても分かんないから、伝わらないからねむしろそれこそ A 面の方を、例えば本当の彼女なんかも含めて、西海岸の音を彷彿とさせるものもあるような気がするんですけれども、ね、まあ、西海岸というよりか、まあ、コヨーテバンドと僕とのコラボレーション、うん、はい、でその、まあ、音楽的なバックグラウンドをひも解けばいろいろなバックグラウンドがあるんだけれども、はい、まあ60年代後半や70年代にあったブリティッシュのブルースロックバンド、まあ、よく聞いてたんですけれどもね、まあ、そのようなエリアから出てきたかなと自分で思って、もちろん遡ればいろんな影響関係があるんだけれども、はい、直でこうアメリカからっていうよりもっていうことなんでしょうかね、うん、でですね、先ほどもそのお話ししたその言葉とリズムであったりビートの関係ですね、うん、今回ね、僕あの何でもポジティブとネガティブって二元論で分けるの好きじゃないんですが、どちらかというとですよ、ネガティブ寄りの言葉を結構使われてますね、うん、はい、例えばこの決意はどこへと向かっているのだろう、自分でもわからないくらいだ、ここからスタートします、うん、非常にこう迷いがあるわけですよね、わからないっていう、もうぶちまけちゃってる、夢は破れて全てが壊れてしまった、世の中不公平だ、途方に暮れている、人はあまりに傲慢だ、不確かなことだけが確か、こういったフレーズが出てくるっていうのはやっぱり2014年から2015年にかけて今作ってるっていうのがこの言葉を呼び込んだんですか。まあブラッドムーンアルバムのリリックでね、こうやってネガティブなそのイメージや言葉を選ぼうと思えば選べるんだけども、これはね、今始まったことでは実はないんですよね、はい、うん、前回のゾーイ、その前のコヨーテ、もっと遡れば、80年代のナポレオンフィッシュと呼ぶ日、はい、から90年代のサークル、その辺のアルバムも決してその明るいリリックは、確かにそうですね、あからさまな明るいリリックというのはそれこそ普通のちょっとプロダクティブなポップミュージックであれば回避するような言葉も、ソングライターとしては結構ちゃんと使ってこられた。そうなんですね、うん、じゃあ僕が今ねした質問って結局こういうことなんでしょうかね。僕らが今を生きていてこの新譜に出会っているから、やっぱり今と引き寄せてこう聞いている。僕ソングライターの言葉やソングライターの表現方法は、まあ、それほど昔も今も変わらない、まあ、自分のことを振り返ってみてもそれほど変わらないんだけれども、はい、うん、出した作品アルバム音音楽曲詞がですね、うん、に時代が寄ってくるということはあるかもしれないですね。それですね、きっと僕が感じたのは、まあこれ前作からの引用ですけど、虹をつかむ人にこんなフレーズがありました。街には音楽が溢れてるけど誰も君のブルースを歌ってはくれない、僕はねこの言葉をあるブラッドムーン聞きながら思い出しました。うん、なんか嬉しいなと思ったりしましたね、うん、もう35分、びっくりしたすいませんね、タイムキープ DJ の仕事なんですけどね、時間を忘れているっていうね、申し訳ございませんね、明後日からツアーがスタートします。
もう大変ですよ佐野さん、本当にキャンペーンもたくさんある中ね、はい、そのツアーについては三重さんとかね、キャンひとみさんとか、それからともこさんもですね、楽しみ、ライブで会うことを楽しみにしているということですが、8月4日新宿レニーからスタートしまして、夏フェスにもご出演、その後全国主要都市を巡る大規模なツアー開催、そして嬉しいことにありがとうございます、10月31日11月1日 2days インター FM897 開局記念豊洲ヤオンカーニバルにもご出演いただきます。そうですね。はい、でですね、さっき僕聞いてちょっと仰天したんですけれども、一つ大きな、まあ、僕的にはもうイベントがあって、これもうすでにイベントはもちろんアナウンスされてるんですが、松本隆さんのイベントありますね、この間トリビュート版も出たりしてっていうことで、はい、まあ、松本さんも作詞家生活のアニバーサリーですよね、はい、佐野さんご出演ですよね。そうなんです。どんなことされるのかなと思って聞いたらびっくりしたんですけど。そうですね、まあ、松本隆さん、はい、ハッピーエンドのメンバーの一人ってことはみんなご存知だと思うんですけれども、この松本隆さんの、イベントにハッピーエンドの、他の、ミュージシャンの人たちみんな集まる、細野さん、鈴木さん、はい、松本さん、はい、演奏するんですけども、松本さんも久しぶりにドラムスティックを握られる。そうですね、でそのハッピーエンドの方々からオファーがあって、バンドに入って大竹栄一の曲を歌ってくれというオファーがあったので、これは僕はやらせてもらいました。そう答えました。もうね、目頭が熱いこれ暑さのせいなんでしょうかねどうなんか分かりませんが、僕の内から込み上げる何かがという感じでございます。で、今暑さのせいって言いましたけど、これもちろん引っ掛けていて、大竹さんの名曲あります、ソロのね、そうですね、ロックナンバーですけど、これ実はその初回限定版、さっきもう買った方がいいよってみんな呼びかけました。ダウンロードできるんですね。そうなんです。ボーナスのトラ、いわゆるパスキーが入ってるんですね。で、それをコンピューターに入れてくれると、はい、この大竹栄一さんのカバー、はい、暑さの際、こうやってバンドで演奏した、これが、一曲だ、無料でダウンロードできます。これがね、もう最高のカバーだったんですよ。僕も正直大竹栄一トリビュート版も結構出てたりして、いろんなアプローチがあるのは僕はもう全く構わないし、何も僕が文句言うことはないんですけど、もちろん気に入るものと気に入らないものがある。佐野さん、そしてコヨーテバンドのグルーヴでの熱さのせいは、だから初回限定版買った方がいいよみんな今ここでかけないですけど、ちょっとまたラジオでもかけていいですか。そうだね、ぜひ皆さん紹介してください。ぜひと、またリクエストも待っております。でですね、今から空港待合室を聞いてお別れなんですけど、実はですね、今日僕買ってきたって言ったでしょ、初回限定版、で京都から大阪の伊丹空港に移動しまして、はい、飛行機に乗ってきたんですけど、僕が暑さのせいをダウンロードしたのは空港の待合室でした。あ面白い。もういや、どうでもいい偶然なんですけど、まあでもなんか音楽ってこういうその待ち場も含めてその時の体験と全部結びついていく。そう、それはすごくいい体験になるんですよね。ですよね。移動する空間の中で音楽を聴くというのは僕もよくやりますしね、旅の途中で音楽を聴く、はい、そうするといつもとは違った景色が見えたりするんですね。そうなんですよ。ぜひブラッドムーン、いろんな聴き方をして、これからもラジオにリクエスト、そしてエピソード、メッセージ送っていただきたいと思います。別にインター FM だけに限りません、全国のいろんな局に送ってください。それでは空港待合室を聞いてお別れです。佐野さん、じゃあ次はまたツアーで。そうですね、もう間もなく、ライブハウスツアーが始まります。浜松から始まりますけれどもね、はい、東京はもうその次の日、もう来週からですよね。そうですよ、もうなんかドキドキしてきました暑さに負けないで分かりました、頑張ってくださいね。ありがとうございます。この時間のゲストは佐野元春さんでした。ありがとうございました。どうもありがとう。炎の人に会った、歓喜の声を聞いた、堕落した場所で眠った。時が経って景色が変わった。
私を見た。聞こえない言葉を聞いた。時が経って景色変わった。けれど忘れられない歌がある。笑うにはまだ早すぎる。待合室ボストンバッカー8番ゲート、乗り継ぐ人、家族の声、恋人たち、旅出たパスポート、誰もがまだ旅の途中。